川島,川島慶三、川島慶三、川島良三、1950年9月21日体は、日本の鉄道評論家、鉄道アナリストである。鉄道ともの会会員、全国鉄道利用社会議会員、兵庫県芦屋市出身、山梨県上野原市在住。鉄道に関する著作が多く、中でも、全国鉄道事情大研究。 創始者は25年以上続くシリーズとして、現在も続刊中で、川島はこのシリーズをライフワークとしている。兵庫県立足屋高等学校、東海大学を経て、電気車研究会、鉄道ピクトリアル編集部に勤務。同志のグラフ写真の撮影のほか、同社が観光していた、電気車の科学の編集も担当した。その後は、フリーのライターとして、 鉄道関連の記事を書いていたが、収入も微々たるもので、歳子を養うために、父親が関わるベンチャー企業に技術職として就職。そこで製品の改良を手掛けた経験から、鉄道の改善策に関してもできないと反論する前に、まずやってみろというスタンスを身につけたと語る。その後鉄道専門出版社、JRR 設立に参画。 鉄道アナリストと自称し、著述活動を主に活動、鉄道事故などの際は、テレビ番組にコメンテーターとして出演することも多い。内田百屋宮脇俊三のような気候文学や、種村直樹のような乗車記録とその感想、所沢秀樹や梅原厚などのような雑学的なものとは異なり、広岡幸と同様、鉄道に関する評論家として、 利用する側に立った辛口の感想と改善への提案を文章で書くスタイルを確立したパイオニア的存在と言える。最近は所沢と同様の雑学的内容の著書が多い。川島が目指すところは鉄道の復権、関西に関しては民鉄復権も含むであり、自らが取り上げた路線がさらに利用しやすくなることを願ってやまない旨を著書に記したこともある。 その一方、主張はほぼすべてコストや実情を度外視した、具体性に乏しいものが多く、特定の鉄道事業者を過度に称賛する、当然その逆もある、姿勢など、個人的趣味に偏った主張など価値観の押し付けとしか思えない姿勢への批判も多い。川島は、小学生時代から鉄道に興味を持ち、地元の阪神電気鉄道の愛好者となる。現在でも阪神電車には、 造形が深く、野球も同様に半身半である。鉄道の利便性向上を目的として、台や車両などに関する改良案を提起することを主体に活動している。鉄道は他の輸送機関と比較して、定時輸送、大量輸送に適していると主張しており、鉄道の優位性を主張している。輸送量が多い場合には、鉄道整備が道路整備より、 コストが安いとし、道路整備に重点を置く行政に批判的であり、行政は鉄道にも重きを置いた、交通政策をするように提言している。ただし、地方の取材などでは車を足に使っていることからも、車の利便性を上げた上で、地域内輸送は車、中、長距離輸送は、鉄道と住み分けが可能であり、それが、道路渋滞の解消につながり、 さらには高速鉄道網の整備で航空機を国際線へ振り向けられると主している。著作では都市圏輸送や都市間輸送を担う路線を中心に扱っているが、全国鉄道事情大研究シリーズでは全国のローカル路線も扱っている。主張は鉄道会社側ができない理由を挙げて提案を潰すのに対して大風呂式的に妄想すれば一部は実現できるであろうというスタンスから、 コスト的、経営的、理論的な視点に重きは置かれていい。最速時速 130km 運転、路線によっては時速 160km 運転を低減。また、各駅停車しか走らない路線では快速などの優等列車の設定。および、それを実現するにあたって、高速走行、高価減速ができる車両を揃えること、曲線部における、 カント量の増加による制限速度の向上、複々線化、日勤教育の実施、保安装置の改良、移動閉塞あるいはそれと同等の効果を得られると、川島が主張するデジタル ATC、駅侵入時の速度制限をなくすためのタスクの導入等。転換クロスシートの導入。同じクロスシートでもボックス式、クロスシートへの評価は低く、転換クロスシート、 中でも乗客が自分で転換できるタイプが望ましいとしている。上野原市在住の理由として、クロスシートで通勤できるからと語っていることからも、個人的にもクロスシートを重視していることが見て取れる。ただし、実際は上野原市を走る中央本線でも通勤型車両が使用されることが多くなっている。オールクロスシートが難しい場合、編成の一部を クロスシート化したり、その上で座席指定料金を取ることも提言している。スタンションポールや釣り革については換算時には鬱陶シートして否定な見方を示している。他路線との大規模な直通運転やそのための延伸。利用客が期待できる施設までの延伸や駅の設置も提唱している。新線建設の際にはリスク分散や利便性確保の観点から、 上下分離方式を採用することが望ましいとしており、これによらず建設された東京臨海、高速鉄道臨海線を運賃や利便性の観点から酷評している。都市近郊路線においては最低毎時4本、15分間隔でないと利用できないと主張している。同時に優等列車についても増発を提言している。 長編成による低頻度運転を行っている路線については、短編成による高頻度運転を低減している。鉄道会社によるバリアフリー化の手法として、しばしば見られる階段の一部にエスカレーターを導入という形式に対して、階段だけならば列車到着時には幅いっぱいに使えるのに、一部分だけをエスカレーターにしたせいで、それができなくなったとして、 エスカレーターを設置するのであれば新たに連絡通路なりを整備すべきであると主張している。また、ターミナル駅の不便さには厳しい論評をしている。具体的には、京王井の頭線渋谷駅や東武伊勢崎線北千住駅のような駅設備のターミナル中心からの交代による乗り換え距離の増加、そして構造が複雑化したことによる移動時間の増加を批判しており、 改良するほど不便になっているなどと批判している。夜行列車とともに路面電車を安易に廃止しすぎだと語っていたことがあり、路面電車やそれに類する軌道路線の LRT 化をしばしば提言中でも、戸出川川線や京阪京新線については LRT 化のモデル路線と位置づけている。川島は日本では LRT イコール低床路面電車と受け取られがちで、あるとして、本来の LRT は、ミニ地下鉄ほどの大きさであり、高速である。編成量数も長い、多くは、専用軌道を走るか、併用軌道でも車が進入できないようブロックで、隔絶して走ると持論を展開した上で、LRT イコール高規格路面電車という位置づけを、 提唱し、単に提唱式の車両の導入にとどまらない、大掛かりな改良策を主張している。なお、川島自身は、LRT 化によって輸送力の増強が図れるため、それが高額な建設費を要する、地下鉄に代わる輸送機関なるとして、大きな妄想を抱いている。戦術の都電荒川線のケースでも、欧米並みの LRV、警戒電車車両、加速度は、 時速 5.0km s 減速度も時速 5.0km s 程度が最低ラインだと、川島主張しているの導入による最高速度 180km 運転、高架線による道路との立体交差や地下線による短絡を組み合わせた線路環境の実現といった大胆な空想を打ち出している。評価は、概して低く、国鉄が開発。 製造した103系電車については、同時期の私鉄の車両と比較して、空気バネ台車等を採用していないために、乗り心地が悪い、加速力が低いために運転性能が大幅に劣る、回正ブレーキを装備していないといった理由で、酷評しており、さらには、本来駅間距離の短い都市部の路線向けに、開発した103系を、常磐快速線などの中距運用にまで充当した。 国鉄の極端な標準化方針も批判している。関西の国鉄は他の地域に比べ良好であったが、当時の関西私鉄の質がそれ以上であったため、相対的に評価が低かったとも述べている。外して評価は低い。要因として以下のようなものが挙げられる。ロングシート主体の車両を中長距離運用や東北地方の換算路線にまで使用し、 転換クロスシートをほとんど採用していないことに関して厳しい批判を幾度も繰り返している。乗客が一掃すると予想しながらコスト削減を優先し、ロングシート主体の車両を大量導入したことで、実際に乗客の減少を招いた、ただし因果関係の立証はしていないとして、革新反的公共交通機関として失格とまで酷評したこともある。しかし、 ロングシート車の701系を導入後の秋田市車のローカル列車利用者数は対前年比106%、広崎青森間では対前年比104%と増えている。また、パターンダイヤの導入に熱心でないために各駅での発車時刻や運転間隔にばらつきが出てしまい、乗客の利便性を損なっている、あるいは競合施設への乗客の流出につながっていること。 保険についても検証可能なデータを示していないや、優等列車と普通電車の接続が悪いことなども要因となっているほか、ダイヤに余裕を取りすぎて、表低速度が全般的に低いことも挙げられる。同時に、私鉄線と並走していない区間が多く、それによりサービス向上への意欲が見られない点を批判している。 私鉄路線と競合している湘南新宿ラインや総武快速線、東海道線などの路線、区間においても競争意識が薄いために本来のポテンシャルを発揮しきれておらず、私鉄に対し優位に立てていないと厳しい意見を述べている。こちらも車両がロングシート主体であることや表低速度が 関西の鉄道事業者に比べて低いことから JR 東日本ほどではないもののあまり好意的な評価はしていない。ただし、関東大手私鉄で唯一の転換クロスシート導入、ただし手動転換ができないため価値が半減としているや、速達列車中心のダイヤ設定を行う、京浜急行電鉄、京急、運賃を値下げし、 スピードアップにも意欲的な京王電鉄、複々線化事業を推し進めている小田急電鉄などは好意的に評価されている。ただ、京王については、ラッシュ時におけるダイヤ編成、優等列車、特に高尾山輸送に用いられる車両がロングシート主体であること、及び京王線の複々線化が新宿笹塚間のみに留まっていることに対する評価は厳しい。 全国鉄道事情大研究各館での関西の事業者、特に JR 西日本への評価は最近までは比較的高く、アーバンネットワーク内の高速化や高速、高頻度運転、パターンダイヤ、転換クロスシートなど、会社間の競争によって質が高められたケースが多かった。しかし、平行路線がない路線においては、質的向上が今一つだったとも語っているとして、 旧国鉄、私鉄とも総じて質が高かったと述べている。JR 西日本については、国鉄時代の車両を、競合私鉄並みに、性能の良い車両に置き換えた上で最高速度も引き上げた結果、サービスが向上したと称賛している。ただし、当時百三系が残っていた大阪環状線などの路線では、延命工事が施された後も、加速度が低いままの百三系を、 加速度の高い新型車両、特に2 0 7系を置き換えるべきだとしていた。なお、2 0 7系の導入こそされなかったものの、その後国鉄設計の2 0 1系が導入された後、2016年より、ようやく JR 設計の3 2 3系が、同線に導入されている。その JR 西日本についても、京阪新地区以外は、評価が厳しく、岡山。 広島地区の山陽本線は年々ダイヤが廃れていると述べているほか、ローカル線の経費削減のために行う日中時の補線、そのは運休となり、代行バスが運行されないや極端な助行運転を批判している。こうして、競合施設に対して JR が優勢になったため、関西の大手施設の施策にはかなり手厳しい批判をしている。 全体の所要時間を伸ばしてでも誘導列車の停車駅を増やすなど JR との競争において守りの姿勢でいるからとしており特に阪急電鉄、阪急や京阪電気鉄道、京阪、近畿日本鉄道、近鉄への批評はあれだけの設備があるのになぜ積極的なスピードアップをしないのか神戸線では対比駅が少ない京都線の特急は停車駅を増やして 遅くなった、阪急、京阪本線の急行の停車駅が多すぎる、京阪、環球結合運転を意識していない、近鉄と厳しい。同様に、神戸の私鉄を東西に繋ぐ神戸高速鉄道についても、線内での運賃設定や、速度制限が JR との競争力を減じるとして、厳しい評価を下し入る。一方で、上述の通り阪神ファンであることから、 阪神線についての辛口評価は少ない。こうした、私鉄各社の方策に対しては、速達列車の停車駅を増やさずに所要時間を短く、抑え、環急接続を密に行うことで、途中駅の利便性の確保も図るべきであると、主張すると同時に、関西私鉄道士、路線によって、JR も含むの直通運転をもっと増やすべきだと、主張し、 スイッチバックや連絡線の不設といった大掛かりな空想も随所で行っている。なお、大阪市交通局に対しては、市営問答主義と呼ばれる他事業者に対する排他的な交通政策をはじめとして、一貫して批判的な評価を下していた。ただし市営問答主義政策は2011年12月の市長交代で終焉となった後、二0 1年三月末日を、 もって、交通局自体も廃止されている。なぜ、福知山線脱線事故は起こったのかにおいて、実際の事故原因が、自身のスピードアップ市場主義と相反することから、脱線原因を、事故車207系電車に使用されている、ボルスタレス台車の構造が、ゆえの最大の要因と断定しており、台車に一過ことある軽犯や景品急行も、採用しないし、採用した電鉄で、 マジいと思っているところもある。台車メーカーや一部関係者から危険である旨の証言をたと述べている。これについて、日本国有鉄道国倉工場長などを歴任した、鉄道技術者、交通研究家の久保田博史、2007年1月18日死去、らによる構造理解の誤りの指摘、批判を受けている。これ以外にも、東海道ライン全線、全駅、 全廃線での鶴見線廃駅について、総辞治駅、正しくは、元山駅という記述をしていること、全国鉄道事情大研究協と、滋賀編における山駅などの駅廃線図の誤りなど、著書の記述には、事実や公式発表と整合性が取れていないなどの、ミスや、裏付け確認の不十分な箇所が参見される。川島の初の著書である、東京県通勤電車事情大研究。 創始者では、内容が、内容だけに理屈っぽい書き方になり、加えて同書が反響を読んだことでそれ以降の著書も、同様の手法で書かざるを得ななったという。また、顔が見えない書き方をすることで説得力を持たせるようにしているという。そのため、この著者は偏屈で、堅物で陰気な人間に違いないと思っていたが、あってみると、全く正反対だったとよく言われると思い込んでいる。 文中で、べき、であるや、具体化していない、どうかしている、どうかと思う、いただけない、する、気にならない、なれない、いい顔をしないなどといった表現を多用する。ただし現在では、このような言い回しは少なくなっており、必要がある、してもらいたいものであるというようにご調を弱めている。知人から、決めつけるような言い方は控えた方がいいと忠告され、意識していると語っている。 全国鉄道事情大研究シリーズ創始者での執筆経験から他の類書では触れられていないような事柄についても記述するよう心がけていると語っている。これによって類書との差別化及び読者からの高評価につながっている面もあるというが一方で煩雑で読みづらい文章であると批判されることもあるという。この点については 代表的なことだけを書けば煩雑にならずに済むが、これではいかなくても書けるし、面白くもないはずである。と言って読みづらい文章という批判を受けないように、心がけているが、それはとても難しいものだということを痛感していると、葛藤を滲ませている。本題とは関係ない話題に突然脱線したり、ジョークを挿入したりすることで、書き手の人柄がわかるように配慮しているとも述べている。 これらの造語は全国鉄道事情大研究の端末用語集でも掲載されている。発売順に列挙。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。